皆さんこんにちは、アクソーサイのコーチです。今日はですね、ちょっと葬式は非日常ですよという話をしてみたいと思うんですね。で、非日常というのはどういうことかというと、いろんな過去をですね、うちがやった葬儀をこの前ちょっと振り返ってみたんですね。で、振り返ってみる中で、病気である程度お医者さんとか、例えば施設へ入院されてる場合に、もうそろそろお葬式を考えておられた方がいいですよと言われる方と、朝元気でですね、行ってきますと言って出てですね、で、昼なんかに突然警察の方から電話がかかってきて、で、そういう亡くなられたという連絡が入ってですね、そういう方もいらっしゃるんですね。で、当然自殺をされたとか、で、いろんな人間亡くなる方にはいろんなケースがあるんです。そうすると家族の人からするとどういうんですか、そういう突然亡くなられたケースなんかは特に例えば病院救急車で運ばれたとかね、そういうケースも含めてですね、葬式のことは全然頭ないですね。それは当然じゃ思うんです。私らも実際そうじゃないです。で、そういう中でいきなり亡くなりました、じゃあ葬儀屋さん手配してくださいとか言って言われて、何のことやらわけわからないですか。葬式屋さんなんか今まで考えて、人生の中で考えたことはなかったと。そうするとほとんどの人がどうしようか言った時に、ああご自戒かけとらんかったんかとか、で、そういうどっか近所にないんかとか、まあそういういろんなケースが出てくるんですね。いうのは急にもうそのどうしようか言った瞬間にもう葬式の方に切り替えていかないといけないんです。で、そういう中で例えばですね、秋葬祭さん葬儀をお願いしますとこう言われて、例えばうちがうちのこの会館とかですね、ご自宅へ安置した後に、それは直近の近い例えばね、主人が突然亡くなられた人なんか、奥さんにしても子供さんにしても、いきなり私らのような葬儀者がこう出向いて、じゃあ葬儀の話をしましょう言うて切り替えられるわけないですよね、どう考えても。それでね、例えば皆さんがもしこの動画見られてる人が、今私葬式はどうしようかと思われた時に、うちでもそうですけど、実はもう葬式はここで決めとるんじゃと言われた場合はですね、ちょっと余裕持ってください。例えばね、1日伸びるとじゃあ費用がかさむんじゃないかとか、うちもぶっちゃけて言いますけど、うちで言うと例えばですね、1日伸びてもそんなもうね、5万円も10万円もかからんです、例えばの話で。そのお金、その時の、お金のこともですけど、まず一番大事なのはですね、そういう突然救急車で運ばれて救急病院で亡くなった、それとか朝起きたら亡くなった、そういうね、突然亡くなられた時は多少ね、一日でも考える時間があった方がいいと思います。で、実際私が担当した場合ですよ、ちょっとパッと見て家族の人これいけんのと思った場合は、ちょっと時間置きませんかという場合もあります。でないとですね、何のことやらわけわからん状態で進んで、結局お金を支払うだになってもですね、何か今一つ納得できんと、納得できんというか、何が何かわからんです。だからそういうね、あくまでも日常とは違って、葬式はある日突然起こる可能性があった場合は非日常になる、非日常になるという場合は、そういったと突然を訪れた時は、一日ではそれ精神的な状態は回復できんにしてもですね、ちょっと考える時間は欲しいなと、あって欲しいなと思っております。今日はそういう、突然起こった、非日常的な出来事でちょっとお葬式に対してお話をさせていただきました。ありがとうございました。うちはいったですね、秋葬祭の、電話番号です。082-568-0115、広島駅の新幹線口からですね、北へ武者島の方を向いてください。徒歩でしたら約10分です。駅北ホールという、家族葬祭用の会館です。以上、どうも失礼します。